池田義隆は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。愛知県名古屋市生まれ。成果は、科学薬品メーカーの三協コロイド化学を経営。東海中学校、高等学校、成城大学法学部法律学科を経て、慶応義塾大学大学院経営管理、研究科修士課程を修了し、経営学修士を取得し、三協コロイド化学を引き継ぐ。 1993年、名古屋青年会議所入会。2000年、同所理事。2003年、日本青年会議所東海地区協議会理事。2004年、名古屋青年会議所理事長に就任。2005年、日本青年会議所副会頭。2006年、会頭に就任。この当時、DVD、誇り、伝えようこの、日本の歩み。 青年会議所で制作している。2006年、文部科学省、新教育システム開発プログラムステアリングコミッティ、委員を務めた。2006年6月、衆議院教育基本法特別委員会に参考人として招かれ、いわゆる自虐史観を批判する立場から、意見陳述した。同年7月に、内閣官房長官、安倍晋三と偶然面会し、これがきっかけで、 政治家を志すようになった。安倍の相手氏を辞任、安倍との対談が日本青年会議所広報誌 We Believe2006 年12月号に掲載された。2012年の第46回衆議院議員総選挙で愛知3区に自由民主党から出馬し、元環境副大臣で民主党の近藤翔一を破り、初当選。 愛知3区で小選挙区当選した初の自民党議員となった。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、前回下した近藤に愛知3区で敗れるも、重複立候補していた比例党会ブロックで復活、再選。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党公認の近藤に愛知3区で再び敗れるも、 比例復活で参戦。2012年の衆院選で限度額を超える報酬を約束したとして公職選挙法違反容疑で池田の運動員が逮捕された。文部科学省が前川喜平の授業内容を報告するよう名古屋市教育委員会に求める前に文科省に紹介したのは自民党文部科学部会長代理の池田で 市教委への質問項目の添削もしていたことが取材で明らかになった。部会長を務める赤池信明参院議員が文科省に紹介していたことも判明した。誇り高き国日本、この国に生まれて本当に良かった。ダイヤモンド社2007年1月 ISBN978 から44億7873万3448。ありがとうございます。